こんにちは。こんにちは。美咲です。渡辺です。はい、始まりました。美咲の部屋です、はい。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、どうも。はい、今日のアレンジは形、バランスがよく見えるポニーテールアレンジです。はい。これは高さがポイントなんですけど、はい、顎ラインに沿って高さを出すのがポイントです。こっちに入れてください、こっちに入れてください。はい、はい、何やねん、手品みたいやな。はい、はい、はい、何回もやらなくていい。おで、ですね。お前完全に飛んだやろ。はい、はい、あの高さが、高さを出すことがポイントで、やっぱその出すことによって形がちょっと綺麗に見えるんですけど、はい、でやっぱその普段普通にやったりとかして結構低めになりがちだと思うんですけど、まあ、それだとちょっと疲れ切って見えたりとかもするかなと思うので、今回はその高さをこう出して元気のいいように、何それ、まあ、元気がよく見える、明るく見える、ポニーテールアレンジをちょっと美咲さんが今日はやってますので、はい、ぜひ皆さん参考にしてみてください。はい、はい、お願いします。お願いします。はい、それでは動画スタート。モロッカンオイルを使います。2プッシュ押します。手のひらに伸ばして毛先から順に上に伸ばしていきます。耳後ろでサイドと後ろを取り分けます。後ろの髪の毛を耳の高さよりも少し上の位置でまとめていきます。ゴムで結んでいきます。顎ラインの斜め上に延長線上に結べたら OK です。サイドの髪の毛を後ろに持ってきて一回転させます。後ろに持ってこないでねじってしまうとラインが出てしまうので注意してください。ポニーテールの上で結びます。毛先を下に持ってきて髪の毛をすべてまとめます。上からゴムで結んでいきます。トップのボリュームを出していきます。髪の毛の結び目部分をほぐしていきます。32mm のコテで巻いていきます。細かく毛束を取って外巻きに巻いていきます。スプレーを使います。スプレーを毛束につけたら、頭の形がよく見えるポニーテールアレンジいかがでしたでしょうか。ポイントは顎ラインの延長線上に結ぶことです。ぜひやってみてください。バイバイ。